キャロル、通信機の信号は正常だった。うん、問題あれへんよ。司教様とも挨拶しといた。よし、あなたはどう？戦闘準備はできたかしら？出発しましょう。いっけに到着。司教様、見ての通り半空の台に到着しました。これらのレンガはもともと存在しなかったのですが、私たちが前に進むと上から落ちてきて先につながる階段となりました。相手は私たちに気づいていると思います。ですが今のところ敵にはまだ遭遇していません。司教様？まあ聞こえていないはずだ。すまない、教えておいた方がよかったかな。手に決めつけないでくれたまえ。沈黙を保とうとしたが、君たちがあまりにも遅くてね。慎重はいいことだと思う。だが安心してくれたまえ。この道は君たちを僕のところまで導いてくれるから。だから早く来るといい。君たちを待っている。あいつ生意気やな。ほんまに行ってもええの？他に選択肢はないからね。わかった。了解。この道は前にも歩いたような。気のせいか。分かった。ようこそ天命の子供たちよ。待っていたぞ。君たちに礼を言おう。君たちのおかげでやっと断りの律者を誘い出せたからね。この件に関してとても助かったよ。ルケニ、
君のしもべを僕に貸してくれ。恩人たちをもてなそうではないか。見たことのない顔が二人いるね。伝令は今男性も採用しているのかい？かすらな家の人には見えないんだ。久しぶりだ大天姉さん。一瞬わからなかったよ。そう思い出した。ルケニー、君の将軍に気をつけてもらうがいい。あれはかつての雷の律者だからな。そのエネルギーは貴重だ。この機会に奪うと。ルカのことも何か言ったわ。承知した。遅い。
生じた。貸しだぞ、ルケに。危ない。大丈夫、私の隊員を傷つけさせない。うん、君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう。彼女の律者エネルギーは価値がある。少しも残すな。ここは君の将軍に任せた、ルケに。行こう。天上の人のため星の扉を開けようじゃないか。分かった。
戦場に到着。ここは君の将軍に任せた、ルーケに。行こう。了解。天上の人のため星の扉を開けようじゃないか。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。その剣は天明の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。
つ。異常なエネルギー波動箇所を3つ発見したわ。このタイミングで予定外のことは厄介だから、何があったか調べに行きましょう。私は先輩に偉そうな態度をとって堪忍ね。あると思う。詳しくは思い出されへんから、あるってことにしといて。昔クラスメートから噂を聞いて、先輩は成績が良くてイケメンで謎だらけの一匹狼の貴公子やと思ってたけど、知り合うたら全然違うって気づいた。成績は良くてイケメンで、でも親しみやすいし、噂みたいに距離感がある人やないよ。聞いただけやから。学校の男子は少ないやろ。先輩は目立つから噂話も多いね。素性だけで十数種類、狼の子から皇室の嫡子まで様々ある。
て先輩の入学はテレサ主教の命令やっていう噂もあってな。結構みんな知ってるで。噂なんてもともと聞くだけで誰も信じへんけど、何回も聞いたら先輩に対する印象も変わるからね。ここ最近一緒に任務を行うようになって、先輩はそんなに孤高の人やないってうちも気づいたからね。真面目で隊長のこともうちのことも尊重しとるし、真面目な時は頼りになるし、ふざける時は乗ってくれるから。そう、乗ってくれるから、そこが一番ええと思う。うちって結構思うことをそのまま言うタイプやから、いつ誰の不況を買ったとしても分からへんから。でも先輩は一度もうちに怒ったことがあらへんから、すごく嬉しいね。とにかく先輩と知り合うてよかったと思っとるよ。これからもよろしくね。
ねえ、少し休憩しましょう。大橋にいた時のあなた、かっこよかったわよ。あなた、大人びてるわね。とても。キャロルのようにふざけてほしいわけじゃないけど、たまに冗談を言ったりしても全然問題ないわよ。度合いを心得ていればね。本当のことを言うとね、少しキャロルが羨ましいの。彼女、なんというか、友人に少し似ているのよ。ああ、よく考えたらそんなに似てるわけじゃないんだけど、キャロルは彼女より機転が利くし、彼女はキャロルより感情を表に出さなかったから。でも、なんだか似ているって感じちゃうの。懐かしく思うのよ。いい思い出を思い出させてくれてありがとうね。移動箇所はそれぞれ東インド広場、教会、それかでも怪物がうろうろしてること以外。了解。準備はできている。わかった。異常なエネルギー波動は
私たちがベルトさんを探した時に使った設備で発見したの。エネルギー探索機に区別はせえへんかったから。残り2つの場所に行ってみましょう。地図を確認しましょう。目標地点は承知した。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。一気に潰さん。了解。この道は前にも歩いたような。気のせいか。大型目標発見。Look!
こちらの勝ちだ。一撃一つ。分かった。何もない。素材習得。遅かったかな。平気。すでにデータを確認したわ。この3つの場所のエネルギー反応は一致してる。つまりは、おっと主教。撤収しましょう。異常なエネルギー反応を前のデータと比べてみたけど、結果はかなり近いわ。あの3つの場所に律者または神の鍵が出現したことがあると考えられる。わからない。今の情報だけでは判断できないわ。とにかくこの件を主教様に報告する。みんなも準備しておいて。許可が下りたらすぐにアテンマ城に向かうわ。